薄井玲香が自身のインスタグラムを更新、ジュニアを対象としたチャリティーレッスン会に先生として参加したことを投稿した。薄井が参加したのは越谷ゴルフリンクス練習場で開催されたチャリティーイベントジュニアレッスン in 越谷。稲見もねと今年のプロテストに合格したばかりの吉澤柚月の3人が指導に当たった。薄井はジュニアが練習を頑張っている姿に感心するだけではなく、 お父さんやお母さんの質問や眼差しを見て、私も父や母の協力や応援があったからこそ今こうしてゴルフをやらせてもらえているんだなと、と、自身がジュニアだった時代も両親に支えられてゴルフに打ち込んできたことを振り返り、感謝の気持ちが溢れた一日になりました、と心の内を明かした。投稿では笑顔のスリーショットに続いて、3人のプロがジュニアのスイングを見つめる姿や、 手振り身振りで指導をする姿を捉えた写真も公開された真剣な眼差しで指導を受けるジュニアの姿も見られるがこの日のアドバイスをこれからの練習の積み重ねによって大きく開花させてくれることを期待したいこの投稿を見たファンからは「豪華なレッスン」「レッスンを受けた子たちは幸せでしたプロを目指して頑張ってこうしたチャリティー活動も大切ですねこれからも積極的に活動してください」 などチャリティー活動を支援するコメント中には「レイチェルにレッスンしてもらいたいな」との声もあった。プロから直接指導を受けたいという気持ちはアマチュアゴルファーには共通したもの。多くの薄いファンにとっては羨ましさも感じるレッスン会だったことだろう。